皆さん、こんばんは。現在、夜の20時です。今日は京都から新宮まで夜行列車の旅をしたいと思います。今回、乗車する列車は、ウエストエクスプレス銀河の南紀コースです。とても楽しみです。京都駅0番ホームにある改札口の電光掲示板には、ウエストエクスプレス銀河新宮行き21時15分発と表示されていました。31番ホームに、さあ、行くぞ、と思わせるディスプレイが並んでいました。20時54分、31番ホームに、ウエストエクスプレス銀河の入線です。始発駅は、早めに乗車でき、夜行列車の雰囲気が一層高まります。この雰囲気は何とも言えないほどいいものです。室内の照明が消されていて真っ暗です。寂しい感じですが、最近の電気代高騰のせいで、節電対策なのかな？国鉄時代の車両ということもあり、乗務員室が時代を感じさせる風合いがあり、これも見どころの一つかもしれません。この部屋が、今日お世話になる、5号車のクシエット車椅子席です。可愛らしい色合いですね。さて、ウエストエクスプレス銀河の出発です。時刻は21時15分です。これから12時間ほどの夜行列車の旅の始まりです。ドキドキワクワクしますね。同じ路線を走る。特急クロシオだと4時間ほどで行ける旅路ですが、ゆっくりと列車の旅を楽しむための列車。それがウエストエクスプレス銀河なのです。駅で手を振ってくれている方々、ありがとうございました。新宮に向けて行ってきます。京都にある列車の寝床。向こう町操車場にちらっと見えたのは EF65 のトワイライトエクスプレスカラーと原色カラーが止まっていましたね。少し興奮してしまいました。暗いので分かりづらいですが DD51 もいましたね。今日の飲み物、ほうじ茶、レモン堂、ほろ酔いです。お弁当は穴子寿司、穴子のちらし、ともにとても美味しかったです。最初の停車駅、新大阪駅に到着です。向かいのホームには新宮から到着した特急クロシオがいました。長い区間お疲れ様です。私たちはこの列車とは逆に新宮へ向かおうとしています。ウエストエクスプレス銀河、頑張ってね。22時16分、新大阪駅を出発しました。今回、ウエストエクスプレス銀河は開業前の梅北新駅を通るルートなのです。これがメインと言っても過言ではないです。早速、先頭車の窓に陣取ることにしました。前面の窓枠にお酒の缶が置いてありましたが、撮影するとお伝えしたら、缶を移動してくれました。その説は、ありがとうございました。夜の前面展望撮影は、初めてですが、うまく撮影できるのかなと思ってましたが、案外いけそうです。ライトが線路を照らすのも雰囲気があっていいですね。鉄道ファンの方ならご存知とは思いますが、次のシーンはこんな列車とすれ違うとは思ってもいなかったのでびっくりしました。いいものが間もなく現れる予定です。私だけそう思ってるのかもしれませんが、これはおかずなしでご飯数杯いけそうな感じがします。大阪では一番大きな河川淀川の橋脚を渡ります。バックには大阪の高層ビル群がいっぱい立ち並んでいます。なかなか列車から見るのもいいものですね。橋脚の前方から近づく列車のライトが見えてきました。あれは何かな？何でしょうか？すごく楽しみです。EF210 機関車の桃太郎ですね。コンテナから見て、福山レールエクスプレスと呼ばれている貨物列車みたいです。梅北新駅は急勾配のため、もう一両の桃太郎が後ろから押す形で運行されています。そうしないと桃太郎さん、1台では負担が大きいのでしょうね。
同じ色のコンテナ列車、素敵すぎます。先ほどすれ違った福山レールエクスプレスは安治川口駅から盛岡貨物ターミナル駅間を運行する福山通運の積み合わせ貨物輸送専用列車です。運転距離は JR 貨物が設定する専用列車で最長の1088キロを走行するそうです。私も初めて見ましたが、ウエストエクスプレス銀河から見ることができ嬉しかったです。貨物列車のことで夢中になっていたもので忘れておりました。もう地下に入っているではないですか。これは失礼しました。これが大阪に誕生した梅北新駅に入る地下のトンネルです。これで特急黒潮遥かが大阪駅に停車でき、和歌山関空へのアクセスが楽になったと思います。これはすごいことですよね。思った以上に長い地下のトンネルですね。線路にはコンクリートの床のみになっています。新しいだけあってトンネル内はとても綺麗です。多分間もなく梅北新駅の大阪駅が見えてくると思います。楽しみですね。右側の線路の奥にちらっと新駅の光が見えました。これが待ちに待った新駅なのでしょうね。列車の走行しているところからも見えてきました。梅北新駅の大阪駅です。フルスクリーンホームドアがあるので道越しにしか見えないのが残念ですが、駅として開業していない前に見れるのは嬉しいですね。そもそも特急が絶対に止まる駅なのに通過しているシーンも貴重な経験です。撮影している6号車のフリースペース彗星ですが、人が多くてすし詰め状態だったのです。それも私一人が女性だなんて、けど負けじと頑張って撮影しました。頑張った甲斐もあり、いいものが撮れたと自画自賛。都会の急勾配を登ります。案外勾配がきついですね。約23パーミルあるらしいですよ。1000メートルに対して23メートルの垂直距離を持つ勾配です。言葉では言い表しにくいですよね。実際に体験するとわかると思います。地下鉄御堂筋線や大阪環状線などが通るため、地上に出る地点をずらし勾配を緩やかにすることができなかったそうです。大阪環状線福島駅手前の今見えている踏切で、今回の梅北新駅の工事をしたところが終わります。3月18日のダイヤ改正から新駅は営業スタートです。これはまた見に行かないといけませんね。大阪環状線を列車は走ります。福島駅、野田駅、西九条駅、弁天町駅、大正駅、芦原橋駅、今宮駅、そして停車する天王寺駅です。大阪を代表する通天閣あべのハルカスのある天王寺駅に到着です。時刻は22時33分です。列車は天王寺駅を出発し
和歌山方面と関空方面に分かれる駅、日根野駅を目指します。日根野駅に到着です。時刻は23時14分です。ここから関空に行く路線と分かれます。23時17分、列車は和歌山駅を目指し、日根野駅を出発しました。23時42分、和歌山駅に到着です。この駅で約1時間半の停車です。本当は、ラーメンと行きたいところですが、今回は、ラーメンは食べずに部屋で過ごすことにいたしました。少し車内を見てみたいと思います。まず6号車のフリースペース。水性です。こじんまりしていますが、座れるスペース、窓は上側のみ開きます。6号車の廊下はとてもおしゃれなカーペットが敷かれ、左右にはお部屋があります。洗面所ももちろんあります。ほんとごめんなさい、撮影できず5号車、4号車を飛ばしてしまいました。3号車はファミリーキャビンと普通座席です。青系で統一されていておしゃれです。あと、フリースペースの明星があります。続いて、2号車は、クシエットという、昔の B 寝台のようなベッドが配置、あとは普通席になっています。こちらは女性専用車両で、ピンク系で統一され、女性らしいです。最後は1号車です。グリーン車指定席です。左右に部屋が分かれ、かなりゆったりとしたスペースで、座席がベッドに変わるスタイルなので、昼夜を問わず快適に過ごすことができます。1号車にある憩いのスペースです。椅子がおしゃれすぎますよね。この席にゆったりと座って、読書でもしたいです。電光掲示板の絵文字が可愛くて撮影してしまいました。皆さん、和歌山ラーメンを食べに行ったり、テイクアウトして4号車フリースペースでラーメンを食べていました。見ると食べたくなりますよね。午前1時、和歌山駅を出発しました。向かいのホームで手を振って見送っていただきました。ありがとうございました。午前5時ごろ、白浜駅を通過しました。アドベンチャーワールドがあり、大きなパンダの絵がありました。夜が明けてきました。とても良い天気で串本駅に到着です。現在午前6時4分です。約2時間の停車です。串本駅では橋杭岩まで観光に行ったり、朝食をとるため長い停車をします。今回は列車で過ごし、少し運転台を撮影しました。国鉄時代を感じさせる運転台ですね。いろんなケーキがあってかっこいいです。新型の227系の普通列車が待っていました。とても綺麗な車両でした。ウエストエクスプレス銀河の117系とは、一体何歳の年が離れているのでしょうね。和歌山駅で撮影できなかった4号車のフリースペースを少し撮影しました。このテーブルは将棋やチェス、オセロ盤ができるようになっています。一度は、やってみたいような気がしますが、弱いのでやめておくことにします。丸い可愛いテーブル、ここで記念撮影もできます。床は斜めにフローリングを張ったデザインがかっこいいです。南紀の観光マップを紹介したチラシなんかも置いています。友達とゆっくりお話しするのも良いし、列車で知り合った方とお話しするのも楽しいかもしれません。そういうのも列車の旅の楽しみかもしれませんね。昨日、京都駅のコンビニで買った朝食です。さて、食べましょう。いただきます。約2時間停車後、ウエストエクスプレス銀河は午前8時ちょうどに串本駅を出発しました。なんだか、狩人のあずさ2号の時間ですよね。そんなことは置いておいて、新宮に向けて出発進行。橋杭岩が見えてきました。弘法大師と天の尺が賭けを行った際に、
橋の杭だけが残ったという言い伝えがあります。一度間近で見たことがあるのですが、とても立派な奇岩群です。高い建物でせっかくの橋杭岩の展望が遮られて残念。コザ駅を通過します。コザといえばあの有名な明石家さんまさんの出生地です。鉄道写真の有名な撮影地でもあるコザ川橋梁です。川幅もあり立派な河川です。知人がこの川で平鈴木の84センチを釣ったと自慢していました。なかなか釣れない魚らしく、数日泊まり込みでやっと釣ったと聞きました。前日まで雨でしたので、まさかこんな快晴になるとは思いもしませんでした。こんな綺麗な海の景色を列車から見たのは久しぶりのような気がします。水平線が続き、広い太平洋の先にはアメリカ大陸があるんでしょうね。もう気分は最高です。ここを走るウエストエクスプレス銀河を外からも見てみたいと思ってしまいました。太地駅を通過です。駅にはイルカやクジラの絵がいっぱい描かれていました。クジラの博物館があり、クジラショーを楽しめます。湯川駅に到着です。湯川駅は紀伊国線にある駅の中で最も海に近い駅です。列車から景色を楽しんでもらおうと、和歌山大の学生たちが草刈りや清掃活動をしてくれたそうです。そのおかげで良い景色を堪能できました。ありがとうございました。午前9時5分、紀伊勝浦駅に到着です。紀伊勝浦の方がお出迎えしてくださいました。こういう心遣いはとても嬉しいです。午前9時10分、紀伊勝浦駅を出発。先ほどお出迎えしてくださった方たちが今度は見送ってくださりました。本当にありがとうございます。三輪崎駅を少し出ると長い海岸が続きます。大宇治ヶ浜と呼ばれる海岸です。赤ウミガメの産卵ポイントとしても有名。広々とした歴浜に響くされき音が心地よいと聞いています。一度直に聞いてみたいものです。ウエストエクスプレス銀河は大宇治ヶ浜沿いをゆっくり走行します。普通列車でもこの速度はありえないほどの速度です。時間を買うという感じでしょうか。美しい海岸線をゆっくりと眺めてほしいという思いがあるのでしょうね。それにしても綺麗な海岸です。新宮駅に間もなく到着です。車庫には特急黒潮が止まっていますね。帰りは新大阪駅まで特急黒潮に乗車して帰りたいと思います。12時間という長い列車の旅でしたが、あっという間に到着したように思います。列車の旅は本当素敵です。それだけ私が鉄道が好きということでしょうね。午前9時37分、ウエストエクスプレス銀河は終着駅の新宮駅に到着しました。新宮駅では JR の方々がお迎えしてくれました。ウエストエクスプレス銀河、長い時間お疲れ様でした。ありがとう。また乗車する時まで元気に走っていてくださいね。皆さんも一度ウエストエクスプレス銀河に乗車してみてくださいね。きっといい思い出になりますので。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。